どうも皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日はですね、真犯人フラグ第18話の、2回目の考察動画を上げようと思います。いつもは、視聴直後の動画になっているので、あんまり考えがまとまらずに、その場で思いついたことをベラベラ喋っているわけなんですけど、まあ、今回いろいろね、またちょっと考えたりしたことがあるので、動画にさせていただきますということで、まあ普段はミステリー小説家としての視点で語っているというスタンスをとっているんですけど、まあそうなるとね、どう考えてもやっぱり、ミステリー小説と連続テレビって同じミステリーとはいえ全然似て非なるもんだっていうことをほぼ無視して喋ってしまって、いやいやいや、それミステリーではそうかもしれない、小説ではそうかもしれないけど、連続ドラマには当てはまらないからっていうことが結構増えてきてしまったんですね。まあ、僕もあんまり連続ドラマって普段見ないので、ドラマに対するリテラシーがかなり低いんですよね。で、いろいろあれからちょっと考えてみたんですけど、そうなんだよね、連続ドラマミステリーね、ミステリーの連続ドラマとミステリー小説の違いってなんだろうって考えたら、まずビジネススタイルが全然違うんだなって思ったんですよ。まあ、小説、ミステリー小説とか、まあ、ミステリーの映画ね、一応完結の映画もそうなんだけど、にとって一番大事なもの、ビジネスとして一番大事なのは何かっていうと売り上げなんですよ。まあ、当たり前なんだけど、映画だったらチケットの売り上げ、小説だったら本の売り上げ、これが一番ビジネス的には一番重要なんですね。中身は問いません。中身は問われません。売れればいいんですよ。つまり、本さえ売れてしまえば、まあ、例えばですね、映画だったら、観客が映画館で映画を見て、冒頭10分でつまんないと思って、そのまま出てしまっても、全然構わないし、まあ、小説もそうですね。で、読み始めて冒頭の10ページ読んだけど全然面白くないから、もう見るのやめ、読むのやめたっつってね、本を捨ててしまっても全然売り手としては問題ないわけですよね。まあ最後まで見られようと最後まで読まれようと、売れたわけだから、まあ一冊の本が売れたという事実には変わりないので、まあその後お客さんがどう扱おうと全く関係ないわけですよ。要は売れてしまえばそれで試合終了ということになるわけなんですけど、連続ドラマは違うんですよね。連続ドラマにとっての、まあ、売り上げって何になるかっていう、当たるかというと視聴率なんですよね。テレビのドラマは、スポンサーがついていて、まあ、テレビのコマーシャルが流されて、まあ、そのドラマの合間に流されるコマーシャルを見てくれるということで、ビジネスが成り立っているわけで、そのテレビコマーシャルをたくさんの人に見てもらうためには視聴率がとても重要なんですよね。視聴率が高ければ高いほど、そのテレビコマーシャルを見てくれる人の絶対数も増えるので、何としてでも、高い視聴率を維持しなければならない。連続ドラマだから全10話あったとして、例えば第1話がすごく高くてでもそれ以降が低かったら何の意味もないわけですよね。1話から第10話を通して平均的に高い視聴率を取ってくれないと困るわけです。いや、そう考えると連続テレビドラマ作る人って大変だなと思いますね。とにかくその第1話を見てもくれた人たちが最後まで見てもらわないと、まあ本とか映画で言えばね、映画だったらチケット、本だったら本が売れなかったに等しくなっちゃうわけですよ。だから最後まで見てもらわなきゃいけないわけね。で、真犯人フラグといったこの手の考察系の、まあ、ミステリードラマが、途中で視聴者が見るのをやめてしまう時ってどんな時かなって考えたんですけど、それってもう犯人が絞られた時なんじゃないかなと思うわけですよ。だってそうですよね。もうある程度犯人が確定してしまって、あ、この人しかもう犯人はありえないとなった場合ですね。じゃあそれ以降のドラマ見るかって言ったら、まあ、多くの人たちはそこで一回見るのやめちゃうんじゃないかな。やめちゃいますよね。で、答え合わせさえすればいいわけだから、まあ、例えば第5話とかで犯人がもうある程度もうかなり絞り込めてそれが確定となった場合、もう残りの5話は見るかって言ったら、多分残りの5話全部見なくて最終回だけ見ればいいわけですよね。そうなると犯人が絞り込めてしまった回の次の回からが
視聴率がガタッて下がってしまう可能性があるわけですよ。でそれは、もうしばらくずっと続いて低迷して、まあ最後の最終回の答え合わせでまたその人たちの、何パーセントかの人たちが戻ってきてくれて、まあ、若干最後だけ視聴率が上がるみたいなね、でもそれって作り手にとっては、まあ、できたら避けたいっていうか、それだけは避けたいわけですよね。そして前回の動画でもお話しした小説と連続ドラマの大きな違いというのは、小説っていうのはあくまでも作り手と読者の1対1の勝負なんですよ。で、そこに他人が介在してくることはないわけ。小説っていうのは他人数でみんなで読んで、ああだこうだ考察しながら読むなんてことありませんよね。一人の人間がずっとその一人で読書に没頭して誰とも話し合うことなく最後までお付き合いくれるじゃないですか。でも連続ドラマは違いますよね。1話1話1週間のインターバルがあって、その間に考察団というガチ勢の考察団の人たちが考察をまとめて、なおかつインターネットを通してその考察を多くの人たちに情報共有するわけですよね。でまた考察が考察を呼んで、いろんなさまざまな集まった考察をまたさらにこれまとめる人がいて、それを噛み砕いて、まあ、犯人像はこうじゃないかということで、それが多くの人たちに情報共有された状態で、一話一話みんなね見ていくわけですよね。そういう作りになっちゃうと、まあ、そういう流れになっちゃうとですね、もう何十万人という人が考察推理に参加してくるので、おそらくですね、フェアなミステリーを作ると、もう大体10話あったとして、5話とか6話ぐらいで犯人像とかその動機とかもほぼ絞り込めてしまうはずなんですよ。おそらく、じゃあ小説をですね、例えば500ページある小説を、10回に分けてね、50ページずつみんなで読んでもらって、50ページずつ、読んで、50ページ読んだ時点でみんなで考察して、でまたそれをもとに次の50ページを読んで、またみんなで考察してみたいな、例えばそういうことするじゃないですか。でそうなるとね、多分普通のミステリー小説って、どうだろう、500ページあったらもう250枚とか250ページとか300ページ読んだ時点でほぼ考察が固まって、まあ、犯人とかの目星も大体、犯人像も絞られるし、その動機とか手口とか背景なんかもほぼ固まってしまうんじゃないかと思うわけですよ。まあそれでもね、本はいいわけですよ。まあ本はどうなろうと、もう一冊本が売れた時点で売れたことには変わりないので、別にその後、読者がどのような読み方をしても全然構わないんだけど、連続ドラマはやっぱりそうはいかなくて、まあ、とにかく犯人が絞られたらまずいわけですよね。今後の視聴率にものすごく影響してくることなので、作り手にとっての一番最も優先度が高いことは、とにかく犯人を絞らせないようにすることだと思うわけですよ。で実際今どうなってるかっていうと、本当その通りになってるわけですよね。これだけ多くの、考察勢の人たちが毎日のように考察して、それをインターネットで流しているわけなんだけども、いまだですね、僕も今回ちょっとね分かんないことがいっぱいあったんで、ちょっといろんな人の考察を覗いてみたんですね。で思ったんだけど、まあほとんどね、考察、まあ、犯人像とか動機とかまだなんだろう、絞り込めてないんですよね。やっぱりそれぞれこう人によって言うことがまちまちなんですよ。河村が犯人だっていう人もいれば、日野が犯人だっていう人もいるし、真帆が犯人だっていう人もいるし、絶対に日野じゃないっていう人もいれば、絶対に河村じゃないし真帆じゃないっていう人もいるし、二宮だという人もいれば二宮はありえないっていう人もいて、まあね、考察勢の中でも犯人像っていうのがほぼ絞り込めてない状態なんですよね。いやこれって本当すごいなと思いました。とにかく作り手はとにかく犯人を絞らせないっていうことにものすごい力入れてんだろうなーっていうのが、やっぱりこう全今までね18話まで見て、そこら辺は伺えるんですよね。まあおそらくですね、犯人像を絞らせないためにある程度整合性とか合理性とかを、まあ、犠牲にちょっとないがしろにしてたりとか、あと物語、人間ドラマの奥深さとか、面白さというものを犠牲にしてでも犯人像を絞らせないことを、重視しているんじゃないかなと思いました。これって何かに似てるなと思ったら、そうなんですよね。縁日に
あ、宝くじ、あ、宝くじね、くじってあるじゃないですか、くじ引きって。縁日のくじ引き。あれって一等当選がないんですよ。要は空くじなんですよね。あれと似てるなと思いました。まあくじだからみんな一等が当たると思ってね、一等がほらプレイステーション5とか、任天堂スイッチなんかが一等の商品でね掲げられているんだけど、あれどんなにくじ引いても絶対に一等が当たることはないわけですよね。でこのドラマもちょっとそれに似てるんじゃないかなと思うわけですよね。一応考察をさせる考察ドラマの体ではいるんだけど、蓋を開けてみたら考察不能な作りになっている。まあそういうビジネススタイルが反映された、作り込みなのかなって思いました。別にこれ批判してるわけじゃなくて、もう連続ドラマのこれがもう正解っていうかね、とにかくやっぱり小説とか1話完結の映画とは違って、連続ドラマには連続ドラマの正解っていうのがあって、とにかく犯人像を絞り込ませないっていうことが連続ドラマの、まあ、ミステリーのね、連続ドラマの正解であるのなら、この作品はとてもそれがうまくできているんじゃないかなって、いや逆にね、感心してしまいました。で今回いろんな18話一つ一つ見ていくとですね、まあ一番衝撃的だったのは立花一生の開き直りなんだけど、まあね最初見た時はなんじゃこりゃと思ったんだけど、まあよくよく考えてみるとですね、まあ明らかにやっぱり不自然なんじゃないかなって思うわけですよ。で他の考察の方々たちも見たんですけど、やっぱり彼らもそこら辺は一致していて、これは立花一生が演技をしているんじゃないかって。まあでも確かにドラマを見た時から違和感は、強い違和感はね随分覚えていたんですよね。でもあまりにも立花一生君の佐野優斗さんの演技が素晴らしすぎて、おいお前ふざけんじゃねえよっていう風になったんだけど、まあよくよくこう後でね考え直してみると、まああえてあの大芝居もとても不自然に、意図的な不自然さをうまく醸し出していたんじゃないかなって思うようになりましたね。そもそも立花って市場の時に入ってた時は謝罪から入ってきましたからね、皆さん本当にご迷惑をかけて申し訳ありませんって言ったんだけど、あの本の発送者が、本木遥だとバレて、その時点で急に開き直りを始めたわけですよね。まあもしバレていたらいずれかはあの開き直る予定ではあったのかもしれないけど、この時点では想定外だったと思うんですよ。まず本の発送者が本木だったってことがバレたのは、まあ、この時点では彼にとっては、まあ、想定外だったんですよね。そもそもこの発送元、本の発送元を調べるように言い出したのは凌介なんですよ。で凌介が二宮に、そのことを発想元を調べてくれって言ったんで、依頼したのは凌介ですからね。まあさすがに、まあ、凌介は真犯人じゃないってことなんで、まあ、このこれに関して、立花は意図したことではないから、まあ、ここでいきなり想定外の出来事が起きて、開き直りに転じざるを得なかったってことですよね。で彼は、まあ、一連の犯人は、まあ、いわゆる実行犯であり主犯は自分であるってことを強く主張しているんですよ。でなおかつ、真帆の誘拐にも加担していて、現在真帆がどこで何をしているかも知っているということをアピールしているんですよね。でね、まあ、彼がなんでじゃあそんなことしたかっていうと、面白いゲーム、こんだけみんなを楽しませる、みんなに笑顔をもたらせる面白いゲームを演出しているんだっていうことで、まあ言うわけなんですけど、そこら辺もねかなり、不自然だなと言わざるを得ないわけですよね。いやそもそもあの彼が元木を使ってねハニートラップを仕込ませた時は、事件はまだねあれ表沙汰になってないというか大事にはなってなかったわけですよね。光をまあ誘拐して光がいなくなったことと、この元木のハニートラップの件がどうもそんなに大きくつながっているような感じもしないし、まあ、ただ元木にハニートラ映像画像を撮ら、あの元木とのハニートラ画像を彼が撮影したのはそこは本当なんで、なんでそんなことをしたのかっていう意図は正直わからないんだけども、
わからないんだけど、まあこれによってなんかこう世間を騒がせようというなんていうかこうゲーム感覚でやっていたってことはちょっとつながらないわけですよ。で、全て自分がやって元木は元木との共犯で自分が元木を動かしていたんだとは本人言ってるんだけど、実際に彼は元木に監禁されてますからね。あれはもう客観的な、映像だから、客観的な描写だからあれニュースはないわけですよね。彼は元木のマンションのバスルームに手錠をかけられて、でなおかつそのバスルームにはですね、いろんな食事が与えられていたわけなの、用意されていたわけなんだけど、まるでホテルの、ルームサービスみたいな結構高級な料理が並んでいたわけですよね。まあその料理の数々からして元木が橘に対してなんか強いリスペクトを抱いていた、まあ、信者になっていたのは本当だとは思うんだけども、いやこの二人が本当に共犯で何から何まで計画通りであったとするのなら、まあこの橘があんな形でとにかく監禁されているというのはあまりにも不自然なんですよ。だから元木がですね完全な手下だったとは、手下扱いだったともちょっと考えにくいわけですよね。筋弛緩剤が生理食塩水だと言ってるけど、それもよくわかんないんだよね。まあ筋弛緩剤が生理食塩水、まあ、だったとして、だったらなんでじゃああんな手錠をかけるのかってことですよね。まあ自分が主犯アピールをして元木をかばっているのかもしれない。まあ彼女にとって元木はガーディアンみたいな、まあ自分を助けてくれるね王子様であるからしてあるわけだし、橘もそういった自覚を持っている、元木を救う王子様として元木をかばっているのだとすればね、今度は光を相当に傷つけることになっちゃうわけですよね。まあそこら辺も彼の行動原理としてはちょっと不自然なのかなとも思うし、まあ彼はいろいろとね、告白してるわけですよ。まあ、あんなことやったこんなことやったってね。で、相良凌介の家に入って、ビデオテープを盗んだみたいなことも言ってるんだけど、まあとにかくね、いろんな部分で辻褄が合わなさすぎなんですよね。まあビデオを盗むっていうことはビデオの場所を知っていたっていうことなんで、まあ何のためにビデオを盗んだのか、まあ真帆の音声をね撮るためなのかもしれないんだけど、とにかくビデオの場所も分かっていたっていう感じがしますよね。そういった行為も全てゲーム感覚、つまり気まぐれの部分が多そうな言い方をしているけども、ちょっと気まぐれだと受け取るには辻褄が合わないし、いきなりくらなんでも、ちょっと気まぐれなのかどうかがよくわかんない行動が多すぎるんですよね。で、彼の告白は、まあそこそこ細かい部分の伏線は回収されていたというか、謎の部分は、なるほど、解明はされてはいるんですけども、結構ちっちゃい部分ばっかなんですよね。まあ比較的こうどうでもいい、僕たちが疑問に思っていてあれってどういうことだったんだろうねっていうことのいくつかが、小さい謎がある程度は解明されたんですけど、でもね肝心な部分はまだ全然分かってないわけですよね。彼は真帆の所在を知っているような言い方をしているんだけど、真帆に関する情報は提示してないんですよ。例えば光のスマホを群馬のとこに捨てたってね、現場に捨てたとは言ってるけど、真帆の指輪については触れてないんですよね。あと獅子座流星群の画像についても触れてないし、あとね林に関する情報も何も提示されていないんですよ。凌介の家で見つかった血のついたナイフね、あの血は林の血液だってことが警察の捜査ではっきりしていて、じゃあ一体いつ誰が持ち込んだんだろうって、この流れからいくとね、あたかも、橘一生があの場にいましたからね、橘一生が持ち込んで、あの中に入れたんだっていうね、包丁差しの中に入れたんだっていう解釈はできるけども、それについて彼は一言も言ってないわけですよね。もし彼が本当に彼の言う通りゲーム感覚だというのであれば、そこら辺の情報についても何かしら匂わせるはずなんですけど、匂わせて挑発するはずなんだけど、そこら辺はね全然触れてない。つまり一世って全てを知っているかのようなアピールはしているけど、肝心なことは本当は何も知らないんじゃないかなと思うわけです。
じゃあなんで一星があんな開き直るようなね行動を取ったのかって言ったら、まあこれはね、まあ普通に考えて、まあ一星一代の陽動作戦、まあ自分の知らないことを真犯人から引き出すための、まあ、はったりだったんじゃないかなって。まあ彼はね、社長という社会的信用を犠牲にしているわけだから、相当の覚悟がそこら辺で伺えるわけですよね。じゃあもし彼がね、一世一代の体を張った、まあ、演技陽動作戦だったとして、じゃあそれをやっているのが市場の時なんですよね。陽動作戦をするのであれば、その陽動をするべきターゲットがこの演技を見ていてくれないと全く意味がないわけで、つまり一世のターゲットっていうのはあの市場の時の中にいたメンバー、もしくはあそこに何かしらカメラとかマイクが仕込んであるのであれば、それを見聞きしている人物が、彼のターゲットになる、どうやらそのターゲットがこの真犯人フラグにおける真犯人ではないかという考え方ができるわけです。まあでもこれって別にあの木をてらった考え方でも何でもなくて、多くの人たちは普通に考える、まあミステリーの推理で考察になると思うんですよね。おそらく、まあ僕もいろんな人を考察している人たちの動画ちょっと今回はチェックさせていただいたんですけど、もうほぼ全ての人たちが、これは立花一世の演技だと、陽動作戦だということを皆さんおっしゃってるし、まあ僕もそうだろうなとは思うわけですね。もしこの皆さんの考察が当たっているのだとしたら、犯人像はもうかなりねこの時点で絞り込めているのかな、市場の時にいたメンバーでも、それっていつもの主要メンバーなんですよね。やっぱりねこのドラマ、真犯人は主要メンバーの誰かでいてほしいというか、まあまあ作り手としてもそこら辺は外してこないんじゃないかなと思います。で前回の動画で僕は本当ね頭の中がクエスチョンマーク飛び交ったのがラストの方ですね。あのラストというか、バタコの、あ、ごめんラストじゃない、バタコのことですね。彼女は光をアツトだと勘違いしている、要するにアツトが、まあ、その刑事と取り違え、病院での取り違えっていうふうに言ってるんだけど、でもあの画像には映っていたのは光なんですよね。刑事と光って同年代で、アツトとは5歳ぐらい離れてるわけですよ。だからあの時の赤ちゃんがアツトであるわけではないんだけど、それをねバタコがアツトだと勘違いしているっていうことで、あの時僕ねマジで、いや脚本家がミスったのかなと思ったんですよ。え、脚本家もしかして間違って、え、勘違いしてない、あれ光だよって思ったんですけど、さすがにそんなことあるわけもなくて、まあまああれもねよくよく考えれば別に不思議ではなくて、単純にバタコが頭がおかしいから勘違いをしている、もう時系列がね止まっているというか、彼女の中では刑事が死んだことで時間が止まっちゃってるっていう考え方ですね。まあそれだけバタコは完全にもうおかしくなってるっていうことを、まあそういう設定なんでしょうけど、ただまあそれもちょっとどうかなと思ってて、ちょっとどうかなって、まあ子供が死ぬことで頭おかしくなる、ショックが大きすぎて頭がおかしくなるっていうのもわかるんだけども、ちょっともう一つ推しが欲しいな、一押し欲しいなと思ってて、まあバタコもやっぱりあの教団の一員ですから、彼女も何かしら強い洗脳を受けているんだろうなって、何かこうあれ刑事とアツトが取り違えられたみたいな、ことを思い込まされているような洗脳を教団の誰かから受けているんじゃないかな、あの例の寸劇ですよね、寸劇を見せられて、洗脳されているんじゃないかなとちょっと思いましたね。で教祖がいましたけど、あの教祖ってまあ自分がまあ単なる詐欺師なんですよね。マルチの詐欺師だということはもう自覚もしていて、バカな信者たちを騙しているんだ、それでお金儲けしているんだということを言ってるんですけど、まあもしかしたら彼女は、影武者なのかなとも思いました。教団の教祖は、ちゃんとした教祖っていうのは、本物の教祖っていうのは他にいて、そいつが真犯人じゃないかななんていうのもちょっとだけ今考えてます。それが誰なのかは、もしかしたらまあ日野か、まあ、他どっちか、まあなんとなく教祖っていうと女性真帆なのかななんて
ちょっと思ったりはしているんですけどね。まあ、わかりませんよ。動機はよくわからないけど、教団の本当の教祖は真帆なんじゃないかなと、そういうふうに今ちょっと考えております。であとね、今回ね、河村なんですよね。キーパーソンの一人。河村がですね、ゴーラに接触して、ある人物のことを調べてほしいと写真を見せるんですよ。そしたらそのゴーラがね、その写真を見て、かなり近しい人物ですね、みたいなことを言うわけですよ。で、18話のラストのシーンで、猫おばさんのところに行きますよね。猫おばさんのところに行ったときに、河村行くんだけど、その時に二宮瑞穂の名前が出てくるわけですよね。で、このシーンから、河村がゴーラに依頼した人物っていうのは、二宮瑞穂じゃないかという推測が立つわけですよ。ただこれはどうなんですかね。だったらあの時点で写真を見せてもよかったんじゃないかな。でもあの写真、ゴーラに見せた写真は視聴者には示されなかったので、二宮だとしたら彼が依頼したのがね、二宮だってことが明かされるのがいくらなんでもちょっと早すぎるのかなってちょっと思って、もしかしたら河村が強羅に見せた写真は二宮ではないんじゃないか、でもかなり近しい人物ですねとなると、やっぱり日野かなと思うんですよね。つまり河村が強羅に依頼したのは日野、つまりもう河村はこの時点で日野を真犯人だと目しているんじゃないかと。はい、まあ、仮にですね、よくただわからないのが、仮にこれが日野であろうと二宮であろうと、河村はいつからどの時点で、この人物を怪しいと思ったのか、その描写がね、今まで思い当たらないんですよね。まあ、日野にしろ二宮にしろ、こいつが真犯人だと、河村が結論に至る描写っていうのが今まで思い当たってないので、そこら辺ちょっと唐突感を感じました。で、次回19話なんですけど、なんとなくなんだけど、やっぱり19話のラストって重要ですよね。最終回見てもらわなければいけない。で、今まであまり見ていない人たちにも最終回だけでも見てほしいっていう、もう衝撃のラストをぶっこんでくると思うんですよ。まあ、クリフハンガーであろうと、なんであろうとね、まあ、衝撃の、とんでもない、ラストをぶっこんでくると思うんですけど、これはさす、今回はね、19話はきっと誰かが殺されるんじゃないかなと思っているんですよ。これね、河村じゃないですかね。僕ラスト19話の次回のラストでは河村が殺されて次回に続くになるような気がするんですよね。河村はね、おそらく真相にかなり近づいていて、でその真相はほぼ正解だと思うんですよ。で彼の、調べてきた情報がある程度明かされることによって、怒涛の20話、真相解決みたいになっていくんじゃないかなと思うんですけども、だけどだいたいこの手のミステリーね、真相に気づいた者は殺されるわけですよね。まあ、まあ、いろいろ彼のね、次回予告編でも流れていた、お前には幸せになってもらわなきゃ困るんだよみたいなね、涼介に言ってるセリフとか、見るとですね、なんかもう死亡フラグがビン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 立ってるわけで、19話のラストで僕はね、河村が殺されるんじゃないかなと思うんですよ。だけど19話の冒頭の方では、まあ多分ね、序盤の方で、河村怪しい説がね、多分一回ワンエピソード持ち込まれるんじゃないかな。いや、実は河村怪しいってみんなが、お、河村怪しいぞってなったで、河村に疑惑が立ったところで、でも河村は河村でいろいろ動いていて、実は河村が殺されたっていうことで、いや、河村犯人じゃないんかい。で、河村の、メモが出てきましたみたいなね、そんな、終わりをするんじゃないかなと思いますね。実にここら辺がね、楽しみです。さあ、河村がね、一体ね、どこら辺で、真犯人にたどり着いたのかっていうのがね、ちょっとそこら辺がまだ僕にはよくわからない、気になるところですね。はい、次にここの18話にしてね、真犯人フラグがビンビン立ってきてしまった二宮なんだけど、二宮ね、まあ二宮のお姉ちゃんがいて、そのお姉ちゃんが何者かによって殺されていた
っていうところからして、二宮がこの事件のに何らかの形で関わってきたのは多分本当だと思うんですよ。まずね、二宮の件でどうしても消せないのが怪文書ポスト投函事件ですよね。凌介の家にあの怪文書とあの写真、真帆の写真入れてましたよね。あの不倫の写真を入れていて、あれは凌介のためにやった、凌介を目覚めさせるためにやったんだみたいなことを言ってはいたんだけど、まあそれちょっといくらなんでもね、納得できるものではないし、皆さんもねあれを見て真に受けてるとは思えないんですよね。ただ今のところあれはあれでそうだよねっていうことで処理はされているんですよ。もうそのことについて誰か二宮にそのことについて追及する人が現時点ではいないんですが、あれもねいくらなんでもちょっと具体的すぎるわけですよね。もう凌介を本当に目覚めさせたいんだったら他にいくらでもやりようがあるんだけど、ちょっとね怪文書にあんなものを入れるっていうのは具体性が強すぎて、やっぱり真の目的があったとしか思えない。でもあんなことを、じゃあそれがあったとするのであれば、今回の事件に大きく二宮っていうのは絡んでいるわけですよね、のは間違いないわけなんで、二宮にもまあちょっと真犯人フラグ説が立っていて、で今回ですね、誘拐事件の他に、もう一つ重大な事件があって、それは林殺害ですよ。むしろ、犯人誘拐なんかより、拉致犯人じゃない、真帆たちの誘拐事件よりも、よっぽどかこっちの方がね、問題が大きいというか、犯罪性が高いと思うんだけど、林殺害事件に関しては、ちょっとここ最近ね、2話ぐらい、あんまりこう、触れられてないわけですよ、ドラマの中で。ここ3話ぐらい触れられてないんですよね。ちょっとね、いろんな人たちが、いろんな告白を始めてしまって、林の事件から遠ざかってるんですよね。で、二宮と林の接点っていうのが何かって言ったら一つしかなくて、二宮と林って今んところ客観的な接点っていうと、二宮が林の、婚約者ですよね、マリーナだっけ、トドロキの娘ですよね。トドロキの娘に、接触してますよ。で、2人は仲良くしてるわけですよね。そこら辺が一番客観的な林とのつながりですよ。で、林のことをいろいろ聞いてるわけですよ。つまり、二宮は林にものすごい強い関心を抱いていて、で、二宮のお姉さん、殺されたと彼女が思い込んでるお姉さんなんだけど、彼女がその林と交際していたんじゃないかっていう、考察がありまして、確かにね、そういった過去があったからこそ林のことを調べているっていうのはね、腑に落ちるわけなんだけど、じゃあ林を殺したのは二宮なのかと、お姉ちゃんの敵討ち二宮なのかと考えると、ここら辺はちょっと不自然で、林が殺されたことを知った時、二宮は何をしたかっていうと、トイレに駆け込んで吐いたんですよね、吐きに行ったんですよ。つまりこれを見る限り、林が殺されたってことは二宮にとっては、想定外というかショッキングな出来事だった。自分がね殺したんであればそうはならないとも考えられるんだけど、二宮が林をもし殺した真犯人だとすれば、殺されたという知らせを受けて自分が殺した真、自分が手を下して林を殺してしまった真を思い出して吐いてしまったとも考えられるわけで、確かに二宮が、犯人じゃない、林殺しの犯人ではないということにはならないわけですよね、この真からは。そして二宮が、林に絡んでいるもう一つの客観的な、要素としては、今回18話のラストでわかる、二宮と真帆がつながっていたと、二宮の行きつけのスーパーのに真帆が働いていて、彼女たちは親しくなっていて、で2人で、真帆の紹介で二宮は猫おばさんのとこに占いを依頼しているってことですね。猫おばさんの、お客様、記録とかノートというか記帳には彼女たちの名前が載っていたわけです。はい、
まあ、そんなわけでね、いろいろ考察はしているんだけど、まあ、僕はね、ちょっとね、このドラマの中でどうしても納得が、まあ、ドラマだから許されるんだろうなと思いつつも、納得がいかないのはやっぱりドラレコの映像ですね。あともう一つ、運転手が映っていない、アツトを誘拐したアツトははっきり映っているのに運転手は暗がりで映ってないっていうのと、あとドラレコの映像ですね、傘で、顔が見えないけども真帆だと思った女性は実はもう一個角度を変えたドラレコを見たら菱田朋子だったってことが分かったみたいなね、あの映像はどうなのかなと思ったんですけど、でもこれもやっぱり小説と、まあ小説ではダメですよ、さすがにこれやっちゃう、それやっちゃうと編集さんから必ず NG 食らいます、これはダメですって言われるんですけど、まあドラマならこれはいいのかもしれないのかな。でもなんでかっていうとね、やっぱりドラマとか映像映画っていうのは何を重要視するかっていうと、そのドラマ性とかストーリーよりも映像映えを重視する傾向があるわけですよ。まあ、例えばですね、ドラえもんってあるじゃないですか、ドラえもんをもし小説で書いた場合ってタケコプターは使えないんですよ。なんでかというとどこでもドアがあるから、うん、だってどこでもドアがあれば一瞬でそこ行けるわけじゃないですか。でもタケコプターっていちいち頭につけて時間をかけてそこまで移動しなきゃいけないでしょ、ねえ、もしかしたらタケコプター途中落ちるかもしれないし、人目についてみんなからギャーギャー騒がれる可能性だってあるわけで、それだったらどこでもドア使いましょうよみたいな話になるんだけど、でも映像ではね、アニメではドラえもんってわざわざどこでもドアじゃなくてどこでもドアじゃなくてタケコプターを使って移動するじゃないですか。あれなんでかって言ったら映像映えするわけですよ、うん、映像映えするからなんですよね。ドラえもんが頭にタケコプターをつけてのび太くんと一緒に空を飛ぶシーンってすごくなんていうかドラえもんにとっては象徴的なシーンですよね。映像映えするんですよ。でもどこでもドアで一瞬で、移動しちゃったらあんまり映像映えしないわけで、まあ、結局ね、合理的には欠けますよね。どこでもドアだったら一瞬でいけるんだけど、合理性には欠けるんだけど、合理性を犠牲にしてでも映像映えを通るわけですよ。まあ、そういう意味で、このドラレコの運転手が映っていない映像なんていうのも、確かに映像映えするんですよね。なんかこう、犯人の影がうっすら映ってると、僕たちは目を凝らして、うわ、もうせめて男か女か見分けようとするじゃないですか。これが一種の映像映えなわけで、でも小説はそういった演出ができないので、なんかむしろアンフェアって映ってしまうんだけども、まあドラマとか映画の場合は、むしろこういうのって推奨されるのかなってちょっと思いましたね。ここら辺がやっぱりまた小説と映像の違いなのかな。まあただ映像映えは許せるとしてもですよ。ただミステリー作家としてはどうしてもやっぱ譲れない部分っていうのがあって、それは何かっていうと、この例えばね、映像が本当にもうこの真相を解き明かす大きなキーポイントだと、この映像のこの黒いね人影の部分がもしこの時点で分かっていれば一気に物語な謎の多くが解けてしまうよっていうのだと、もしそういう展開であったら、これはちょっとご都合主義じゃないかなって思っちゃうわけですよね。だってここでそのこの人影の部分がはっきりしたらさ、もうかなりの部分で、事件が解明してしまうってなっちゃうとまずいから、そこは影にしましたっていうのはちょっとやりすぎかなってちょっと思ったりするんだけど、まあ先ほど言ったように、スタッフ、まあ、ドラマの作り手っていうのは、まあ、何にしても犯人像を絞り込ませないっていうことが、もうプライオリティ、もう第一のね、プライオリティだから、まあ、多少汚い手を使ってでも、そこだけは守らなきゃいけないっていうことで、まあ、そう考えると、この演出もしょうがないのかなっては思います。はい、あとね、一つだけ僕の中でね、これどうやって肩をつけるんだろうと思ってすごく気になってるポイントがあるんですけど、それ何かっていうとね、真帆、光、篤斗、3つの誘拐事件が同時刻に起きてるわけですよね。同じタイミングで起きてるんですよ。これはね、必然だったのか、それとも偶然だったのかっていう話なんですよね。今のところ真帆はちょっと全然分かってない。でも光は光自身と、あと橘一星
の犯行ですよね。まあ、光も自分の意思で出てったってことがもうはっきりしていて、そこに一星が加担して、元木が加担していると。うん、で、篤斗はバタコですよね。バタコがどうも連れ去ったっていうのは、ただまだちょっとこのバタコ、あの篤斗のね、誘拐に関してはまだはっきりしていないところもあるとはいえ、バタコが絡んでいるのはもうバタコが主犯なのは、あの実行犯なのはほぼ間違いないわけですよ。うん、で、今のところこの篤斗の誘拐と光の誘拐には接点はあまりないんですよね。全く別々の事件なんですけど、同日の同時刻に起こってるわけですよ。うん、今のところ偶然なんですよね。で、もう一つ最後は真帆があります。ただ真帆に関しては全く分かってないんで、篤斗の事件、光の事件と絡んでいるのかがよくわからないんですが、でもちょっとあんまりこう特に、光の方と真帆の誘拐事件がリンクしてるっていうのはちょっと考えにくい。で、篤斗も、まあ、篤斗の方はまだね、バタコがいて、バタコも結構謎の多い人物で、先ほど言ったように、輝き教団とのつながりもあるので、もし真帆が輝き教団と何かしら、関係があれば、リンクするから、篤斗の誘拐と真帆の失踪が同時刻に起こったのは必然だというのは考えられるんだけど、3つともそうなのかっていうね。じゃあ3つとも同時刻、同時、この同じタイミングで起きたのは必然だったのかっていうね、ここどのように処理するんだろう。2つはまあ確かに示し合わせた事件、必然だったけど、もう1つは実は偶然ですよと。2つの事件はリンクしているから、同時刻に起きたのは問題ないんだけど、でももう1個は、例えば光の事件は偶然その時同時刻に起きたんですよっていう処理にするのか、うん、それとも3つとも偶然たまたま、同時刻に起こった、同日同時刻に同じタイミングで起こった事件とするのか、どうなんですかね。さすがね、3つはありえないと思うんですよね。偶然が3つ重なりました、こんなね、誘拐されるなんてさ、宝くじに当たるような確率でしか起こらないような出来事が同時に3つ起こりました、これ全て偶然ですっていうのはね、さすがにね、ちょっとそれはさすがに許されないというか、作り手もそれはやらないと思うんですよね。じゃあ1つだけは、例えばじゃあ光の事件だけは単独で、これは偶然この日起こって、2つの篤斗と真帆の事件が、まあ、示し合わせた、同時、同じタイミングでこの2つの事件は絡んでて起こったんだけども、光の事件はたまたま偶然その日そのタイミングで起きましたっていうふうにする、まあ偶然が1つならギリギリ許されるのかどうかって話なんですよね。まあ僕小説ではダメです、さすがに。ミステリー小説の世界では編集さんにこれ偶然ちょっとダメですって言われますね。だけどドラマの世界では許されるのかどうか。ただね、やっぱりドラマっていうのは、先ほど言ったように最終話さえ見てもらえれば、あとは野となれ山となれなんですよね。まあ、続編とか考えてないのであれば、要するにシーズン2、シーズン3っていうのを想定してないのであれば、とにかく視聴率なんですよ。見てもらえればいいんですよ。で、見てもらって視聴者の皆さんが納得しようが納得してまいが関係ないわけですよ。面白い、つまらない、関係ないわけですよね。その場に視聴率としてテレビをつけていてくれたかどうかってことが重要なわけであって、ながら見だろうと、ちゃんと考察していようと関係ないわけですよ。で、このラストでなんじゃそりゃーってね、壁にね、テレビに物を投げつけても全然いいわけですよ。とにかく視聴率、その、テレビが放映されている時間にテレビの前にいてくれればいいわけですよね。画面をつけたテレビの真犯人フラグをね、つけてくれて、そのテレビの前にいてくれればいいわけですよ。まあ極端な話、テレビさえつけていてくれればいいわけだから、ラストがどうであろうと逃げ切るっていう発想もね、あるんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあ作り手がどこまで、クリエイターとして誠実でいられるかっていう問題があるわけですけど、どうもね、僕はね、真犯人フラグはかなり誠実さには欠けるんじゃないかなっていう、オチをつける、誠実さの欠けたオチにするんじゃないかなと思うわけですよ。というのは、あまりにもね、
回収するには難しいんじゃないかっていう謎伏線が多すぎるわけで、いやこれみんなが納得できるような、ふうに落としどころがね、とてもじゃないけどつけられないような気がするんですよね。うん、だから最後は結構投げっぱなし、要するに犯人像を絞らせないようにするためのいろんなフックとか、伏線とかね、小ネタをいっぱい入れて、まあ、例えば極端なんですね、例えばじゃあ林の血のついた包丁、あれだって一体結構どうなってんのってなるわけじゃないですか。あれだって犯人像を絞り込むためにはかなり混乱をきたすようなアイテムですよね。例えば林の血のついたナイフについて、最後まで最終回でも全く誰があそこに置いたのかってことが明かされずに終わるみたいなねそういうこともしかしたらしてくるんじゃないのかな。3つの事件が偶然なのか必然なのかっていうことも大して説明されずに、うん、もしかしたら偶然なんですよで終わらせるのかなと思ったり、まあ、結局最後は投げてしまうんじゃないかなってちょっと思ってるわけですよ。まあほら穴番がそうだったんでしょ。穴番って、まあ、僕見てないんでちょっと分かんないんですけど、見た人の話によれば絶対にありえない人が犯人だったらしいんですよね。この人は犯人にしちゃいけないよっていう人が犯人で、それに対して何の伏線もヒントもなかったみたいな話聞いたんですけど本当ですかね。まあ、とにかくいくらなんでもそれはないよっていう、まあ要はまあラストの最終回でもう投げちゃってるわけですよね。もう誠実さというものを完全に放棄してしまった犯人像らしいですよね、あの方は。まあ僕ちょっと見てないんで分かんないんですけど。でまあとはいえそれであれだけの視聴率を稼ぐこともできたし、まあ、結局犯人を分からせないという引っ張り方で、最終回の視聴率をね最高潮に持ってこいけたわけですよ。で彼らにとってやっぱり誠実であるということ以上に重要なのは最後の最終回の視聴率なんですよ。最終話の視聴率をどこまで持っていけるかっていうことが彼らにとっての本当の意味でのプライオリティだから、やっぱりプライオリティを取るためにはいろんなことを犠牲にしなきゃいけないと思うんですよ。こういうミステリーっていろんなことを犠牲にしなきゃいけない、それがすごく重要な部分、ミステリーとしてはとても重要な部分なんだけど、それを犠牲にしてでも彼らはおそらく視聴率を取ってくるんじゃないかなと思うわけですよね。まあ第時点でこの時点で、誰が考察がね全くまとまってないわけですから、まあこれはこれでねすごいテクニックだなと思うわけで、まあ、もしかしたら考察してもしょうがないようなラストを持ってくる、考察しようがない、いやむしろ作り手も考察できてないというかね、辻褄を合わせきれなかったラストが最終話が来るんじゃないかなと。で結局いろいろ散々こう思わせぶりな、フックとかネタとかね散々謎とかを散々投げかけられてきたけども、彼らもそのうちのいくつかは、処理しきれずに最後、大して説明もせず、まあ、よくあるそれは視聴者の皆さんの想像にお任せしますみたいなラストをぶつけてくるんじゃないかななんてちょっと疑ってます。まあ、ただこれはねドラマとしては視聴率というビジネスモデルを持つドラマとしてはこれは正解だと思うんですよね。だからまあ小説とか1話完結の映画では絶対に許されないことかもしれないんだけども、まあ、連続ドラマではこちらが正解なんですよね。フェアであって視聴率が下がっちゃうよりは、フェアを捨てて視聴率を取りに行くことがねビジネスとしての正解であるのならこの作品はうまくいってんじゃないかなと思います。まあ別に皮肉でも何でもなくて、やっぱりそこの世界で生きる人たちっていうのはその世界での正解っていうのを模索しなきゃいけないっていう、まあ使命もあるんで、これはこれでもしょうがないし、それをまた楽しむっていうのもね、リテラシーの一つだと思うんで、まあ、僕はね結構ね批判的に言ってしまうところがあるんだけど、まあそういったスタイルを楽しむというのが、まあ、この連続ドラマのリテラシーなのかなって、まあ、僕はその意味ではねリテラシーがちょっと低すぎるなって反省をしました。はい。でね、僕なりの犯人像なんですけど、まだね煮詰まってない部分が多いし、まあ、考察してもしょうがないんだろうなっていうところが多いので、まあ、考察しようがないっていうのがあるんですけど、どうですかね。僕はやっぱりねなんだかんだ言いながら日野は怪しいと思いますよ。
で、マホも怪しいと思ってます。で、カマセイヌっていうか、ミスリード要因は二宮と立花なのかなと。今この現時点で立花と二宮がめちゃくちゃ怪しいっていうかね、まあ、実行犯クラスの怪しさをまとってきてるわけですけども、まあさすがにあと2はありますからね、覆してくると思うんですよね。そうなると消去法でいけばやっぱり日野が怪しいのかなと思います。ただ日野が真犯人という位置づけなのかどうかはちょっとわからない。もしかして僕は、真帆が比較的、実行犯じゃないけどいわゆる黒幕だと思っているんですよ。要は日野と真帆は、共犯、まあ日野が、なんだろう、協力者、真帆に対する協力者で、日野が真帆をかくまってんじゃないかな、あの市場の時の建物の中に。実はあの市場の時の中にあの隠し部屋か何か隣接してる部屋があって、そこで真帆はずっと隠れながら生活をしていて、で凌介とか河村たちのあの会話ね、あのいつも市場の時で行われる、密談をねずっと見聞きしていたのかなとか。まあ日野は魔法かくまってますからね。だからただねちょっと分かりにくいのは、日野と強羅って知り合いだったみたいな描写ありましたよね。そうなると強羅の立ち位置がね、日野と強羅、そうなると強羅もやはり日野魔法側の人間で共犯かもしれない。河村はどうなんですかね。河村も共犯とかになっちゃうと、まあさすがにそこまでいくとね、やりすぎかなとも思うんで、やっぱりあの市場の時の中のメンバーの中では犯人やっぱり一人にしたいなっていうのはあると思うんですよね。河村と日野まで共犯になっちゃうとちょっとやりすぎかなとも思うし、河村は河村でね、ちゃんと動いてますから、犯人探しにきちんとね、動いている描写があるので、河村は真摯に真犯人を追っていると思うし、まあそうであれば19話のラストでね、殺されちゃうんじゃないかなと思いますね。そうなると日野が協力者、黒幕が真帆っていうことにはなる。で真犯人フラグの真犯人はじゃあ誰っていうなると、やっぱり黒幕イコール真帆なのかな、協力者は日野。ただねこのドラマね、凌介の描き方も結構ちょっとこう不自然というか、ポンコツすぎたりとか鋭かったりとか、重要なことを忘れていたりとか、あと自覚がないってことがやたらと強調されているんですよね。人を優しすぎるがゆえに、自覚がないという。で元木も言ってましたけどね、自覚がないのが一番こう立ちが悪いみたいなこと言ってましたよね。まあ、だから黒幕は真帆なんだけど、真帆は真帆なりに何かしらそういったこの一連の事件に対する動機というのがあって、その動機が結局やっぱり凌介なんじゃないかなと思うわけですよね。で凌介は無自覚な真犯人というか、まあ、凌介がね、なんかこう、オフィシャルガイドブックのインタビューでは、作り手の人たちも、この西島さんも、凌介は犯人説、要するにあの多重人格説はないとは言ってるんですけど、多重人格説はないとは言ってるが、犯人じゃないみたいなことを、まあ、犯人ではないとは言い切ってないと思うんですよ。まあ、一連の出来事の諸悪の根源、が凌介で、で凌介はその自分の何らかの行動でそうなってしまったっていうことを自覚していないっていう、つまり、まあここら辺いわゆるおけやがね、風が吹けばおけやが儲かるとか、バタフライエフェクトっていう概念になっちゃうんだけど、凌介が良かれと思ってやったいくつかの行動が、今回いろんな悲劇をもたらし、まあそのいろんな悲劇をもたらして、まあそれはバタコかもしれないし、二宮瑞穂のお姉ちゃんの件かもしれないし、両方かもしれないし、何かしら凌介の取った行動が彼らの死、刑事の死亡とか、二宮
のお姉ちゃんの死亡につながってしまって、でそれに凌介が全く気づいていないことを、真帆が察知して、で真帆と日野が組んで、まあ二宮とももしかしたら連絡を取り合ってるかもしれない、うん、もしくは二宮はその真帆が暴走していると思って、いや真帆が今回の一連のこの出来事は真帆の暴走だと見直しているかもしれない、だから二宮は真帆を止めようとしているのかもしれないし、もしかしたら、まあ、真帆と協力関係にあるのかもしれない、これちょっとわからないんですけど、まあ黒幕は真帆なんだけど、もう一連の全ての事件の本当の主役の根源をたどっていくと、それは凌介なんじゃないかなって一応考えてます。なんで真犯人フラグの真犯人っていうのを定義が難しいんですけどね、今回の事件の黒幕なのかそれとも主役の根源なのかっていうところにもよると思うんだけど、まあ黒幕であるとするのなら僕は真帆だと思います、うん、主役の根源が真犯人だとするのであれば凌介なんじゃないかなって、一応これがね今のところ僕が立てている考察というか仮説になりますね。はい、まあ全然考察になってないかなとこじつけにも程があるのかな。まあただねうまいなと思うのは、まあこうでもこじつけないと本当に、真犯人の目処が立たない、ここまで18話まで来て未だに目処が立たないっていうのはね、これはテクニック的に作り手の凄さだなと思ってます。僕だったら僕が書く小説ではもう大体ね、18話ぐらいのところまで来ちゃったら大概ね犯人は鋭い人ならわかるんですよね。で僕の小説の感想とか読むとね、もう大体途中で目処がついたっていう人結構多いんですよ、うん、つまりまあそれはある意味フェアではあるということなんですよね。一応目処がつくぐらいにはちゃんと伏線も出しているしヒントも出しているしちゃんとそこら辺は心がけているので、まあ、犯人がね、中ほどで分かっちゃったみたいなことが感想で出てきてもまあそれは僕としてはしょうがないのかな、まあ頭いいやついますからね世の中には、そういうのを見通せる人っていうのは一定数いるので、まあそれはしょうがないのかなって自分ではまあ納得はしているんですけども、まあそれは小説だから許されるんですよね。もう本が売れた時点で売れてもう一応利益に出版社にとっては利益になっているから、まああとはね犯人がどの時点でバレてもいいわけで、まあ、僕としては作り手としては犯人がバレたことよりもですね、最後まで楽しんで読んでもらえるってことがもうプライオリティなんで、それができればね、まあ、つまんなかったって言われたらもうこれはもう大失敗なんだけど、まあ、犯人は途中で分かったけど物語として面白かったから楽しめましたよって言ってもらえれば、まあ、これは僕としては大成功なんですよね。ただドラマは何度も言ってるよりそうじゃないんですよね、面白かったじゃダメなんですよね。途中まですごく面白くて夢中になってみました、でも犯人が絞り込まれちゃったんで、最終回だけ見ました、すごく面白かったですじゃダメなんですよ。そうするとその絞り込んでしまった回の次の回と、最終話一歩手前までの回のね視聴率がガタンって下がってしまうんで、そうなってしまった場合はどんなにドラマとしての出来が優れていてもそれは作り手としては大失敗なんですよね。うん、なのでやっぱりどうしても犯人を絞り込ませないってことが重要になってくるわけで、そういう意味ではねすっごくうまくいってるなと思います。それはおそらくあなたの番ですでもそうだったんでしょうね。犯人絞り込ませないことにはものすごくうまくいってんだけど、まあ、最終的にみんなが納得してくれたかどうかっていうのはもう全く別問題で、ただ納得しようとしまいと最終回の視聴率が跳ね上がりましたからね、結局あれはねまあ、要するにドラマのがっかりしたって人多いかもしれないけど、作り手からすれば万々歳だったんですよね。さあ今回もそんな手法を取ってくるのか、いやいや今回はちゃんとね、犯人が絞り込めない、なおかつ最後でとんでもないね、サプライズをもたらすのか、でみんな、最終回で見た時いや拍手喝采で行くのかっていうことですね。それができるのか、できたらやっぱり拍手喝采で終わってほしいし、視聴率はね盛り上がってほしい。で18話でね絞り込ませなかったことによって19話見る人もちゃんと増えてます。でね視聴率もねもう今回本当に右肩上がりなんですよね。これも結局犯人像が絞り込めていないからこそ、皆さんの関心を引いて視聴率が右肩上がりになっているっていうことではね、やっぱねうまくいってんだなと思いますね。うん、はい、
まあ、ミステリー作家とかミステリーを作ってる人からすればね、違うんだってついつい言ってしまうんだけど、それはあくまでもミステリー小説とかミステリー映画の話であって、やっぱドラマの世界では当てはまらないんだなと。そういう意味ではね、いろいろと僕自身も勉強させてもらったですね。はい。まあ、偉そうに僕ほら、この物語を自分が引き継いでね、作り込むのであれば犯人ひろにしますなんて僕は偉そうなこと言ってるんですけど、もし僕がね、このドラマ引き継いで作ってたら、多分考察班の人はもう今頃考察終わってますよ。もう犯人像、もう間違いない犯人像、間違いない動機、もう絞り込んで、はい、もう17話か16話ぐらいではね、完全に絞り込んで、もうあとはね、答え合わせ待つだけなんで、まあ、そうなった時点で、もうおそらく見る人、もう16話ぐらいから誰も見なくなっちゃって、考察案ぐらいの人が見なくなっちゃって、最後の最終回でみんなで答え合わせになって、視聴率がガーンって下がってね、おい、七尾よし、なんてことしてくれたんだよ、七尾よし、なんてことしてくれたんだで、終わっちゃうと思うんですよ。怒られてると思うんですよね。まあ、そういう意味ではね、本当に、あ、連続ドラマって難しいなってすごくね勉強させられたというか、いやいや、ちょっとね、舐めてかかってたなと、すごく僕自身が、いや、ドラマを舐めて見てたなってちょっと反省しましたね。いや、そうなんだ、やっぱ難しいですね。絞り込ませないってこうも難しいんだと。ただそのためには多少アンフェアもしょうがないのかなっていうね。アンフェアの使い方ですね、まあ、僕たちの、ね、ミステリー小説の世界ではアンフェアは NG なんで絶対やっちゃいけない、使ってはいけないんですけど、ドラマの世界ではアンフェアをいかに使いこなすかっていうスキルが求められているんだなと。まあ、あとはアンフェアをいかに不自然に思わせないか、まあ、要は読者の想像、視聴者の想像にお任せしますっていう風に持っていくためのね、スキルですよ。まあ、そこら辺の作り込みが、求められるのかなと思いましたね。おそらく、たくさんもね、本当に2桁もう多分100近い謎が仕込まれていて、まあ、当然いくつかの謎はもう解決はしているし、これからまた解決していく謎もあるんでしょうけど、まあ、どうにもこう話が辻褄が合わない謎っていうのがあるわけですよね。先ほど言ったように、この3つの事件が全て偶然に起こったことなのかっていうね、こういうことは視聴者の皆さんの想像にお任せしますっていうふうに持ってかれるんじゃないかな。これね、相当難しいと思うんですよね。この事件、3つの事件が同時刻に起こったっていうことを説明づける、納得のいくように説明づけて落とし込むっていうのはね、落としどころつけるっていうのは相当に、これね、ちょっと僕もね一生懸命考えてはいるんだけど、なかなかね思いつかない。よっぽどか何かこじつけないと、ウルトラC級のねことしていかないとちょっとこじつかないので、こじつけられることができないんで、もしかしたらここはスルーされるかもしれないですね。なので最終話で何を見るかですけど、どの謎がスルーされたかっていうのも、皆さんで見ていくのも面白いのかなと思います。要するに解明されなかった伏線とか謎ですよね。それはおそらく解明されなかったとか解明する必要がなかったのではなくて、もしかしたらそれは最初から解明するつもりもなくて、何のためにじゃあそれやったかっていうと、まあ、それは何度も言ってるように犯人を絞り込ませないため、読者を視聴者をかく乱するための謎であって、まあ、それによって十分視聴者がかく乱するという役目を果たしたから、まあ、とりあえず役目を果たしてもらえればそれでいいと。で、あとは最終回でそれが、その謎について明かされるかどうかは、まあ、明かされないわけで、まあ、そこら辺はスルーしちゃうよみたいなね。まあ、あとはもう、なんていうか、視聴率さえ取れればね、まあ、とにかく視聴率ですよね。いや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 、ほんとね、熱いですね。そういう、まあ、ドラマの面白みってこういうとこなのかな。要するに、作り手の意図を読み取っていくっていうね。まあ、あと苦悩ですよね。作り手の苦悩もちゃんと汲み取ってあげるっていう。ここら辺がドラマを楽しむリテラシーなのかなって思いました。やっぱりね、苦悩という部分をね、僕はね、どうもね、一連の僕の動画の中では、この作り手の苦悩をね、批判してたんですよね。ただそこはちょっとね、やっぱり失礼に当たる、いや、見方が違ってたなって反省しましたね。結構コメント欄でも、僕のそこら辺についてのね、発言に批判してる方も多くて、
あ、でもちゃんとやっぱね、批判してる方っていうのは、ちゃんとドラマの楽しみ方っていうのが分かってんだな。リテラシーがちゃんとあるんだな。僕はそこら辺がちゃんと分かってなかったんで、まあ批判的に書いちゃったんだけど、まあその批判に対してやっぱり批判してくれる人がいて、で、ずっとその一連のね、皆さんのコメントを読んでいて、まあなるほどなと。自分の見方がいかに浅はかで、まあそのいわゆるドラマの世界の、ドラマというものの見方っていうのが分かってなかったんだなっていうことを気づかされましたね。はい、まあそんな自戒も込めて、今回この動画を作らせていただきました。さあ本当にね、どうなるんでしょうね。まあ僕はね、僕の推理は黒幕真帆です。はい、黒幕真帆で、協力者は日野です。で、諸悪の根源は凌介です。これが僕の、まあ今のところの考察です。さあどうなるのか、最終回答え合わせをしていきましょう。まだ次回ありますけどね、一歩手前がありますけど、そう、次回の僕の予想では、ラストで川村が死にます。はい、どうなるでしょうか。以上、ミステリー作家の七尾由志でした。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバイ。